夢はでっかく世界チャンピオンだ。さあ、会場の皆さん、お待たせいたしました。第1回ワールドドリームカップの開始だ。今大会は1対1のギアファイトで勝敗を決めていく。まずは1ラウンド制の予選ブロックを勝ち進み、各ブロックの勝者が決勝トーナメントに進出。全勝もしくは1敗で決勝へ進むことができるぞ。決勝トーナメントはギアファイトを3ラウンド戦い、最終的な勝者がこのトーナメントの優勝者となるのだ。さらに今回は特別ルールを用意している。勝者は敗者のクラッシュギアのパーツを自分のものにすることができるサバイバルマッチ。勝ち進むごとに強くなっていくクラッシュギア、そのギア同士が決勝で壮絶にぶつかることになる。今までにないギアファイトに場内はエキサイトすること間違いなし。海外からのファイターも多数参加しているこの大会。さあ、彼らを紹介するぞ。スクリーンに注目してくれ。予選 A ブロックに出場するファイターの紹介だ。チームガンズからの出場、噂のファイタークラッシュメン剣の登場だ。ギアマスターの称号を持つ少年、ファイターとしての腕もトップクラス、ジン・キョウスケ。スピードファイトを得意としている華麗なるファイター、マルメイクロード。チューブエリアからの参戦だ、小池伸。アジアチャンプマリノ雄也の弟にして、その実力は3つ。マリノ・コウヤ。アイキーテンタコルを持ってバーニングオクトパスから参戦の高山太郎。以上の6名が総当たりで予選ブロックを勝ち進む激しいファイトが予想されるぞ。1回戦はこの2人の激突だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっと、ギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。
俺だってギアファイターだ。負けるもんか。負けへんで。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。ウィナー、マリノコーヤ。どうだ、俺を甘く見るなよ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができるのだが、おっと、このペンタゴルはレギュレーション違反をしているようだ。このパーツは使用できないぞ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの二人の対戦だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。さあ、このファイトは溶岩リングでの戦いだ。グリップ力は倍化するがスピンには向かないぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっと、ギアを調整するのでしょうか。
準備はいいかな？バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。もうお前とも互角に戦えるぜ、クロード。おや、君の成長ぶりを見せてもらおうか。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。ウィナー、マリノーコーヤ。クロードに勝った。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの二人の対戦だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな？おっと、ギアを調整するのでしょうか。
準備はいいかな？バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。気をつけ、勝負だ。相変わらず騒動しいやつだな。相手してやるからかかってこいよ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。ウィナー、マリノコウヤ。俺の実力、思い知ったか。ルールにより、勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの2人の対戦だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。
おっと、今回の舞台はなんと氷のリングだ。グリップ力が弱くなる代わりにスピン力が増すぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっと、ギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺だってギアファイターだ。負けるもんか。ギアファイトにはいつでもマジだぜ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。ゲーガルバイーグル。ウィナー、マリノコーヤ。どうだ、俺
勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの2人の対戦だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺だってギアファイターだ。負けるもんか。チューブエリアナンバーワンの実力見せてあげましょう。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。しませんよ。
ウィナー、マリノーコーヤ。いいファイトだったぜ。また勝負しような。そしてこの勝利で決勝進出が決まった。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。さあいよいよ決勝トーナメントの始まりだ。勝ち残ったのはこの4名。スクリーンに注目してくれ。まさに一流ファイター。危なげなくここまで来たぞ、万願寺たけし。やはりファイトの腕は超一流。ヨーロッパチャンピオンハインリヒ・ガンク。いよいよ実力を発揮するか。ワンフートアイキタイガーレイド。ここまで勝ち残った実力は本物か。マリノ・コーヤ。優勝を目指しこの4名がトーナメントで激突する。決勝1回戦は厳しい予選を勝ち抜いたこの2人のバトル。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。元ヨーロッパチャンピオン、兄貴が戦うはずだった相手。ラウンド1ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。ゲーガルバイーグル。
ウィナーマリノコーヤ。いいファイトだったぜ。また勝負しような。これより5分間のインターバルに入るぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。準備はいいかな。おっと、ギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺は兄貴みたいになるんだ。こんなところで負けられない。ラウンド2、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。ガルバイーグウィナーマリノコーヤ。どうだ、これが俺の実力だ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。いよいよ決勝だ。勝ち残った勇者は
この二人だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。マンガンジ、お前は俺が倒す。相変わらずだな、マリ。どこまで強くなったのか、僕に見せてもらおうか。ラウンド1、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。ガルバイーグル。デイ。ウィナー、マリノーコーヤ。見たか、俺の実力を。これより
5分間のインターバルに入るぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。準備はいいかな？バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺に負けはない。この僕に勝てるつもりか。いいだろう、相手をしてあげよう。ラウンド2、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。Ah!
優勝決定！第1回ワールドドリームカップの優勝者は？準備はいいかな？バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。兄貴、強くなった俺を見てくれ。こうや、勝負だ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。ゲーガルダイーグル。いけガルダイーグル。ウィナー、マリノーコーヤ。どうだい、これが今の俺の力さ。兄貴